奥、村石乱洋郎の頭上を奥、村石乱洋郎の頭下奥村関蘭明治28年2月7日は日本画家。尾張国名古屋の生まれ。名は陽。字は、加ひと通称は、言語、大輔別号に、友義縁、楓人氏、陽道主人。尾張藩士の家柄に生まれる。10歳の時。 野村玉家の門に入り15年間史上派の画を学び、1855年、京都に出て、横山世紀に従い研鑽すること数年で、名古屋に帰り、画を行とした。1883年に、小田切春江、吉原美山、木村金秋と同行者を設立し、大津総研寺に1878年に、建設された名古屋博物館で、展示即売会を開き、流派を超えて、 画界の発展を図った。また多くの門人を養成して声明があり、国風学校の画学教師として、小学校毛筆画書法や、高等小学校毛筆水墨画を表すなど、長く名古屋の美術教育会の重鎮であった。石蘭は、このほか鳥原という仮鍋屋の大横看板も手掛けており、それは間口いっぱいに、空飛ぶサンバの狩りをペンキ塗りで描かれており、それを目当てに、 多くの人が訪れたという、墓は名古屋市畜作国楽寺にある、ありがとうございます。